20年ぐらいアルカリ性の普通の宿毛矯正をしてるんですけど、はい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 、はい、もう自分の手じゃどうしようもなくなってきちゃって、では行きます。はい。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日のお客様はダメージでとにかく髪の毛が伸びないっていう方でした。履歴で言うと宿毛矯正をやってて、あとはブリーチをやってて、毎日やっぱりアイロンするっていうので髪が硬くなって伸びないっていう感じでした。宿毛矯正をやってしまうとやっぱりね、ダメージが結構出てしまうっていうことなので今回はね、断熱トリートメント 100% のトリートメントで髪の毛をまず綺麗に柔らかくしてスタイリングがしやすいような状態にしていきたいと思います。今回はマティスの猪瀬さんと共同で髪の毛を作っていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一回全部一通りどういう風にしていきたいだったりを聞いていいですか？はい、はい、カラーリングと、はい、あとはもう20年ぐらいアルカリ性の普通の宿毛矯正をしてるんですけど、はい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 、セルフでカラーもしてるのと、宿毛矯正と、あとはあのアイロンの熱で毛先がもう死んでる状態なんですよ。なので美容院行っても大体根元だけっていう感じでなりますよね、はい、多分ね、はい、で、まあ、半年に1回は全部やってもらうんですけど、この時はシャキンとはするんですけど、シャキンとしてるんで自分でやっぱり丸めるので、まあ、熱が加わる、でまた根元が伸びてセルフでカラーをする、もうずっと繰り返して20年やってるので、もう自分の手じゃどうしようもなくなってきちゃって、それをどうにかしたいなっていう、はい、で、先生をやってみたいなって2年ぐらい前から思ってて、でたまたまあの YouTube 拝見させていただいてやってみようと。なるほどなるほど、はい、どうなるのかなと。詳しくわりました、はい、長さ的にはまず伸ばしていきたい、はい、伸ばしていきたいですね、なんか理想の髪の毛とかあるんですか？こんな感じにしたいとか、レイヤーをこう入れたような感じで、自分で巻いた時に結構動きのある感じにしたい。美容院に打つときに無理ですって言われたんですけど、無理です、はい、無理です。それはなんか夢なくなりますよね。毛先は無理ですって言われて、はいはいはい、こういう感じのこの辺に動きがある、わかります、わかります、はいはい、こういうレイヤーをこう、まあ、横も入れてほしくて、はい、無理ではなさそうな感じはする。あ、でも一応入ってるのは入ってますね。その時は多分、ね、毛先だけしか切ってもらえなくて、すごい切ってもらえると思って行ったんですけど、全然本当にちょびっとしか切ってもらえなくて、なんでっていう感じだったんですか？本当に無理。多分今見る限りダンサーっていうかレイヤーが、まあ、ちょっと下の方ですけど切れてます。ですよね、ここら辺まではレイヤー入れちゃっていいと思いますし、ちょっとねペタッとしてると思うので、はいはい、こうメリハリが欲しいですよね、はい、ここにこう入れて、はい、まあ、表面ダンサー入れて中間の部分を少しだけちょっと削って、はいはい、くびれ若干作ってあげた方が、はい、あの乾かした時とかでもある程度の形にはなるかなと思うので、ちょっとそういう感じで髪は切っていきましょうか。で、伸ばしていきたいから長さはあんまり下は変えない方がいいですよね、はい、できればできれば。で、さっきみたいにこう動きがあるようにちょっと巻いたりとかして、ね、なれば一番ベストやなって感じです、はい、OK です、OK です。前髪は、前髪もこれ今迷子なんですけども、はい、ずっとこう2年ぐらい前まではパッツンでいたんですけど、はい、ちょっと伸ばした方が癖が隠しやすいというか、重みでこう、まあ、そうですね、できるようになったんで、最近はこうちょっとこうアイロンでこうやるんですけど、宿毛の影響なのか曲がらないんですよね、自分で。多分宿毛矯正かけると曲がりづらいかなとは思うので、はい、長めの方がやりやすいっちゃやりやすいです。そうですね、いつもこんな感じでちょっと切っちゃって、はい、この辺に関しては少し今っぽく薄めにしてもいいかなと思うんですよ。で、それでもやっぱ癖が出にくいし、まあ、あのスタイリングもしやすくなるかなと思うので、はい、ちょっとそういう感じで気持ち調節してもいいですか？はい、できればカラーも明るい方がいいですね。そうですね、だいたいこれぐらいのがずっと続いてたので、全体が、そしたらやっぱりこの黒がどうしてもこう白髪が目立っちゃうので、すごく嫌で、できるだけ明るくできないかな。わかりました。
じゃあちょっとまとめると、はい、レイヤー入れてでちょっとくびれがあるような感じの、まあ、ヘアスタイル で前髪ちょっと気持ち薄めで、はい、まあ下ろしながら気持ち流れやすいような感じにして、はい、乾熱トリートメントでこのパサつきだったりとかをちょっと抑えてツヤ感を出していくっていう感じですよね。で根元の部分が白髪が伸びてきても分かりづらいっていうような感じでカラーやっていきましょうか。はい、OK です。まずはトリートメントを吸着するそういう特殊なアルカリ系のトリートメントを使って、今回仕組み矯正をかけてるってことなので、毛先の方のダメージが強くてトリートメントの吸収率がすごい強くなってしまうので、これをたくさんつけてあげる全体均等につけて、タイトルを浸透してください。本当に熱に反応するトリートメントで、髪の、ね、中の水分を飛ばすことによって、張りができる、うん、でさっきなかったツヤが、うん、今まだアイロンとか通してないんですけど、これぐらい乾かしただけで、カラーをきれいにしたみたいななってますよね、色が均一になるので、この後はアイロンにしてよりあのツヤ感を定着させていきますね。いかがですか、今アイロン終わってツヤですこうやって触ってみてください。うわ、すごい柔らかい。柔らかくなりますよね。はい、やっぱ宿毛もね、毛先の方がすごいダメージしてたんですけど、そこにトリートメントで補修されてるので、すごい横向いてたら、横のツヤ感。あ、すごい、ツヤツヤ。すごい。いい感じです。今回使用するカラーが、ナチュラル系のブラウンで、ちょっとツヤが出る、色味にしたいと思います。今回このちょっと茶色っぽく見えるのがレブリン酸っていう酸性系のトリートメントを一緒に混ぜることによって毛先のきしみが取れたりとか水分がたっぷりツヤ感があるような仕上がりになる、ちょっと特殊な酸を混ぜて今回カラーしていきます。めちゃくちゃやばいと思う。やばいですね。すごいですね。普通に乾かしただけでもこれぐらいの艶感なんで、お家とかでもハンドドライすると、さっき根元が膨れて毛先が結構散らばってたんですけど、ちゃんと乾かすだけですごいまとまります、ね。あとは乾くのもすごく早くなるので、忙しい時とかでもちゃんとしっかり毎日乾かせば綺麗さ維持できますので。すごい。色もすごい。いい、めっちゃいいです。差はあるんですけど、はい、まあ、品のあるようなブランドさせていただきました。ありがとうございます。最後に、はい、じゃあカットを。皆さんマジすごいですねこれ。いや本当にすごいと思います。今炭酸を入れてるんですよ、ね、うん、後ろも全く同じで入れてるので、はい、ちょっとストーンとしちゃってるんであれなんですけど、はい、これでちょっとスタイリングをして、はい、形をつけていきます、はい、長さ変わってないじゃないですか。本当ですね。座ってみてください。え、ないなんかない。毛先はあるんですよ、はい、毛先の厚みはあるんですけど、ここの部分の厚みがちょっと減らしたんですよ、はいはいはい、ですごいなんか極端にババーって減らしてるじゃなくて満遍なく減らしてるから、すごい多分全体的に触ったらないなっていう。ツルツルだしサラッサラで、ない、髪がないですね。ない、すごい。じゃあ軽く巻いちゃって大丈夫ですか。あ、はい、せっかくこんなに綺麗にしてもらったから。前髪とかはカーラー巻くんですよ。あ、使ったことないです。結構楽です。カーラー僕に2つ巻くんで、これも前だから横から見た時と前から見た時と横から見た時に立体感出るんですよ。だから2つ巻きます。こうやって巻くとき もうめちゃくちゃシンプルで、下はもう外に跳ねさせて、で上の部分この短く切ったところがあるんで、ここ内巻きに巻くだけです。さっきの形になるんで、はい、もう本当それしかしないんで。
今、まあ、大体5分もかかってないかもしれないですけど、ちょっと丸みが出る、少しだけでいいんですけど、はい、あんまりなんかやりすぎるとちょっと昔っぽくなっちゃうから、ちょっとここら辺も高さが少し出るん で、はいはい、でそうすると前髪が自然になりやすいというか、ちょっとなんかやってるねみたいな感じでなればいいので、で少しちょっと薄くしたらそんなに邪魔にはならないかな。なんか油分が多いんですよ、あのこういうクリームタイプのやつのトリートメントの方が、だから髪が柔らかくなります。髪硬いよだったりとか、硬、はい、くなってるよっていう人に関してはミルクをおすすめします、うん、ではいきます。はい、そうです、一緒です、そうです、そうです、ですよね、はい、これです、これです、やってるので ありがとうございます。そう、こういうちょっと段差を入れて、はい、形にしてるので、うわめっちゃ綺麗、へえ、上もめちゃくちゃ綺麗、あ本当だ、すっごい、大丈夫、ありがとうございます、すごいです、感動。はい、こんな感じで仕上がりました。髪の毛のね、質も生き返って、スタイリングもしやすくなって、オーダー通りの髪の毛に仕上がったと思います。ぜひね、髪の毛のダメージでお悩みの方、ちょっとね癖で悩んでる方、参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。